ネクタイの悪いところではなくて性格の悪いところは何なのかと。この性格の悪いところは過去の業の破片なんですね。一日の計画を立てても意思が弱くて計画通りに過ごせません。意思を強くするにはどうしたらよいでしょうか。大体私が悪くないよというふうにみんな思ってるんだからね、これ正当化しているの、私の意思が弱いんだといい顔をしていると思ってるんですね。意思が弱いというところはそういうところで見えるものじゃないんです。もともとあるやる気があまり役に立てない、やってみたら途中で諦めたくなる、そこでチャージにせて意思を強くする、意思のプログラム、そういうプログラムなんです。一日計画立ててもうまくいかないという場合は意思の問題じゃなくてだらしないんです。感情に負けて感情の奴隷なんです。欲、怒り、嫉妬、憎しみ、落ち込み、妄想でやられているんです。くたくたやられていて自分ではなくなって、ただ感情が誘導路に生きている性格なんで、そちらに意思は一かけらもないんです。頑張らなくちゃがんですよ。一日の計画を立てたら、一日計画ももう舌を噛んでてもやるぞと決めないと。他方法ないんですよ。自分を正当化するんじゃなくて、自分という気分さえ、自覚さえ失ってるんだと。奴隷や家畜動物やと。言われるまんまでやってる生命体やと。怒りが言ったらやってあげる。感情が命令したらやってあげる。で、妄想が命令したらそれはやる。計画だったらそれは後回しにする。だから独裁者は自分の感情煩悩なんですね。それを理解してもらわないと解決しません。一日で計画立ててくれ、計画立てたら殺されてもやるぞと決めないと。決めたことは。どんな苦労があっても決めたプログラムやるぞと。一回やってみたらそういうことです。それから大丈夫です。はい、以上です。ありがとうございます。大事な友人がカルトに洗脳されています。日々執着を深めており、痛い目に遭うのは目に見えているのでやめさせたいのですが、私の声はすでに届きません。放っておくしかないのでしょうか。私はどんな気持ちで見守ったらよいでしょうか。あのね、あなたには何もできないと思いますよ。カルトに洗脳されちゃうとね、煩悩がひどいんでしょう。こういう人々は精神的な病気なんですね。だから精神的な病気ないと治療する資格はあなたにないでしょ。だから病気だと思ってください。病気に治療するならばそれなりの専門家がいるんだからね。だからできることなら精神科の先生に無理やりでも強引にでもね、黙ってでも連れていくしかないんです。それもできないんだったら仕方がないんです。変な妄想に取り掛かれる人々はこれでいますね。自分にない能力期待する、病気なんですよ。お前には何の力もないんだよと、威張るなよと。なんで植物見てもおかげさまで私が生きているんだよと。土の中で小さな生命体見ると、この方々のおかげで土が栄養を作るんだよと。人間よりも土の中にいる小さな生命体が、未生物はどれほど貢献しているんですかね。自分の小ささ、それを感じてほしいんですね。これ逆に俺が偉いというふうに感じることだから、もう薬ないんです、そんな人々には。もうだから当然自己破壊しますよと。あなたが何もしないで待ってからと言ってあなた罪を犯したことにならないんです。本人が自分の行為によって自己破壊になるんですね。だからもうしょうがないんです。しかし一つのポイントは言います。友達のカルト好きをやめさせないでください。あんたいろいろ苦労していてんだけどね、私は何のこともなく楽にいますよと。私はそんなこと、くだらんことをしなくたっても幸せやと。例えばあなた100回呪文したらすごく幸せになった、私は1回も呪文しない、唱えないで幸せやと。私の方が楽ですねとかね。そうやってこのちょっとしたどちらの方が楽かっていう子供っぽい遊びやれば、まあまず怒るんです。怒るんだけどやがて気づく可能性あります。あんたよりは私の方が上だよという競争的なことをちょっと言った方がいいんじゃないかなと思います。以上です、はい、ありがとうございます。身体障害は自業自得でしょうかという質問でした。
身体障害に限らず健康体も自分を知っとくなんで、ね、何でもこういうの結果でしょうね。法のことを分かってない人には答えられないんですからね。あらゆる行為がありましてね、行為の結果なんですね。無数の行為の中で心の行為も一つの項目だけ、それだけ偉い王様っていうわけじゃないんで、例えば体作るためにはコピー取らなくちゃいかんですね。コピー取った遺伝子にちょっとミスがあったらどうしようもない、これはミスがずっと見えてくるんですね。遺伝子の問題で途中で病気にかかっちゃって、あるいは事故を起こしちゃって、いろんなことがあるんです。自分の心も行為をするんです。それも影響を与えるんです。嫌な気持ちで見るんじゃなくて、寂しい気持ちで見るんじゃなくて、例えばある障害者がいるとしましょう。すごい自我張るんですね。なんで私はこうなってるかとか、自分学ばないんですね。いろいろ周りが助けてあげるんだけど、わがまま言ったり、わじがあったり、あれやりたくない、これやりたくない、私は障害者でしょうとかね、なんかもう人々をこき使いして特権取ろうとするんですね。それ危険なんですね。過去性でもそういう性格でしたから、人の助け求めなくちゃいけなくなってるんです。人の助け求める場合は、お願いします、ありがとうございますという謙虚な気持ちがいい必要なんです。ですからレッスンなんです。レッスン学ばないんです。私は個人的に知ってる人々は、そういうこの人は自分の宿題やってないんだと。普通人々はいろいろ障害がある人に優しいんです。助けてあげるんです。しかし問題持ってる人がそれなりに、この人はかわいそう、まあ、いい人やというふうに思うようにしないと、俺が障害者だからもうなんだやってくれよという状態ではちょっと難しいんですね。だから自己を知っとくと思った方がすごい勉強になるところがありますね。ネクタイの悪いところではなくて、性格の悪いところは何なのかと。この性格の悪いところは過去の業の破片なんですね。すぐ怒るんだったら怒らない人間になろう、すぐ人に怒鳴るんだったら人を怒鳴るんじゃなくて、人に優しい言葉をかける人間になろう、いつでもありがとうありがとうありがとうと言う人間になろう、人が自分を助けたくてしょうがないような良い人間になろうというふうに自分の宿題する。そうすると自業自得っていう言葉が真理でしょ、よく役に立つと思います。多分あのお前は自業自得だみたいな感じの悪口として、だからそれ差別用語にね、人を批判するのを使ってるんだからね。これってすごい真理侮辱することでしょ。これは仏法を侮辱することなんです。お前自業自得でしょうと人に指をさすことはね、それは真理を知った立場で相手に宿題を教える目的で、慈しみにあふれて言わなくちゃいけないんです。それはほとんどの人々でもできないんだから、黙っていなさいと。弱い人を見たら助けなさいよ、偉そうなことを言わないで。助けてもらう人がわがまま言っても無視してくださいということなんです。はい、ありがとうございます。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものが幸せでありますように。